しくメンバーを加えたいんですよね。強いチームっていうのはどこのチームでもポジション争いっていうのはあるので、まあ、その争いの中でやっぱりチームがどんどん強くなっていってっていうのがまあ健全な状態だと思いますので、皆さんのコンディションだったりスキルの部分っていうのを拝見させていただきたいので、はい、ケイスケの方からなんですけど、ウィナーズを辞める可能性があるっていう。ということで、今日はね、本当スペシャルコーチ、臨時のスペシャルコーチを呼びました。臨時スペシャルコーチ。いや、揃ってない。揃わないと帰ってくるから。はい。これがきついなって思ったら、多分試合とかね。最後まで決め切るっていうのはすごい大事なんで、しっかりあそこに決め切るっていうのを大切にしていってください。本当に勝ちたかったら、もうその悔しさをずっと持ち続けなきゃいけない。しっかりと自分の課題としてね、持ち続けることって絶対に成長につながる。まあ、青森山田戦後、中澤さんだったり、フーリオさんだったり、平山さんに指導の方してもらったんですけど、まあ、チームにね、刺激を与えてもらってということで、まあ、いい機会だったんですけど、それと別で、新しくメンバーを加えたいんですよね。今後、ウィナーズを強くしていきたいので、その中で、ポジション争いっていうのをやってもらいたいっていうのが選手にありまして、強いチームっていうのは、どこのチームでもポジション争いっていうのはあるので、まあ、その争いの中でやっぱりチームがどんどん強くなっていってっていうのがまあ健全な状態だと思いますので、まあ、ウィナーズのメンバーにはポジション争いをしっかりとこうしてもらって成長してもらいたいっていうのはありますね。ある程度目星はつけてるんですが、まあ、ドリブルがやっぱり上手くてこう時間を作れるで、まあ、ミッドフィルダーの選手たちのこう刺激にもなっていただきたいっていうところで、まあ今言ったようなスキルを持った選手を獲得したいなっていうふうに思ってますね。候補はいまして、こちらからお声掛けさせていただいていて、本人たちがよろしければ、まあ、トライアウトという形で練習参加してもらうっていう機会を作りたいなと思ってます。もちろんスキルはね、僕もちょっとこう動画だったりとか拝見させていただいて、もう間違いないっていうのは分かってるんですけど、このウィナーズが進む上で、まあ、チームはもちろん勝つっていうのは大前提ですけど、でもそれぞれが支え合うだったり助け合うとか、そういうその人間的な部分もやっぱりそのトライアウトで見させていただきたいっていうところで、まあ、期待したいというか覗かせていただきたいところではありますね。お疲れ様です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 。今回トライアウトを受ける方っていうのはどのような方なんですか？今回はですね、レガテドリブル塾の拓也くんと翔ちゃんです。沖縄で活動されている YouTuber の方々なんですが、まあ、今ウィナーズにおけるかけるだったり、まあ、コウジロもそうですし、アイム、あとギシ、まあ、そこら辺の中盤の選手たちと、まあね、ライバル関係というか、競い合ってほしいなっていう意図で、まあ、トライアウト今回受けてもらおうと思ってます。実はですね、はい、スタッフの方にも、はい、ちょっとウィナーズに入れてくれっていう連絡があって、今回、はい、トライアウト会場にお呼びします。どんな方なんですか？インフルエンサーのジュンヤさんという方で、まあ、ボランチ、サイドハーフ、サイドバックといろんなポジションができて、結構ユーティリティ性の高いプレイヤーなので、那須さんに見ていただけたらなと思ってます。そうなんですね。まあ、メンバーも、言ってもまだね、そんな多くいるわけじゃないので、ベンチメンバー、交代メンバーも含めて、やっぱりそうやって熱い思いで来ていただけるっていうのは、すごくありがたいので、ぜひね、本日、トライアウトって形で練習ちょっと拝見させていただければと思いますね。今日、まあ、翔ちゃんと2人で入ってきて、ずっと今日ドキドキしながらここまで移動してきたんですけど、まあ、今日初めて那須さんともお会いしますし、もちろんウィナーズチャンネル見てて、まあ、1話からもちろん見てたんですけど、本当にもうなんか一ファンとして、本当に純粋に視聴者として見てたんで、まあ、そこに今日、まあ、参加させてもらえるかもらえないかを決める戦いトライアウトだと思うんで、本当にしっかり、まあ、一番楽しんでやっていきたいと思います。僕たち、まあ、普段主に技術の解説だったりとか
自分たちが今まで磨いてきた技術を、まあ、子どもたちとかサッカーファンの方々に還元するような気持ちで、こういうサッカーの楽しさとか好きになれるきっかけをもっと与えたいなと思ってるので、このウィナーズでも、まあ、僕たち普段指導者やってるんですけど、まあ、指導者としても、まあ、プレイヤーとしてもまだまだやれるんだぞっていうのも見せつつ、サッカーに対する熱い気持ちはもう常に持ってるので、皆さんにもこの僕たちの今日トライアウト見てもらって、僕たちの熱い気持ちが皆さんにも伝われば嬉しいなと思ってます。率直に嬉しかったということで、一ファンとして僕は見てたんで、今回この話があった時に、え、僕たちに来たと思って、僕たちも一緒に混ざってサッカーやってみたらどんななるんだろうっていう気持ちがめちゃくちゃあったんで、もう楽しみで嬉しかったです。コメントでたくさん僕たちレガテの名前も上がってて、それを見てくれた那須さんが今回声をかけてくれたということで、めちゃくちゃ嬉しいです。僕の武器としては1対1のドリブルの仕掛けだったり、ゴール前でのシュートっていうのが僕の武器になるので、ぜひそちらの方をチェックしていただければなと思います。まあ、普段はこうモデルであったりとか、また YouTube としてまあこうやってチャンネルさんとあのこう一緒に頑張りながら、あの自分の順番チャンネルと運営しながら、まだあの個人の TikTok の方ではあの洗顔しながらちょっとまあ漫画のクイズを答えるっていう、まあ、やってる内容としては主に漫画系です、はい、僕自身こう10年間ぐらいサッカーやってたんですけど、まあ、それと同じ期間ぐらいこうブランクもありまして、でサラリーマンを経たりとかいろいろ経て、こうやってまた改めてというか、こう思い切ってサッカー、そして素晴らしい環境でできるっていうところにやっぱりこう熱を感じて、もう一回こういう思い切ってやりたいっていうふうにはやっぱずっと思ってたんですね、この10年間で。社会人になって、まあ、普通にサラリーマンの時にフットサルの大会で、まあ、ちょっと全国大会行ったで3位になった経験は一応積んだんですけど、やっぱりサッカーっていうところにウィナーズに入りたいなって本当に強く思いました。でもうレベル高いことももちろん分かってるんで、その中で自分ができることって絶対1つでも2つでもあるはずなので、素晴らしい機会をいただいたので、もう那須さんにしっかりとアピールしていけたらなと、はい、思っております。お疲れ様です。お疲れ様です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はじめまして、那須です。よろしくお願いします。よろしくね、はじめまして。はじめまして。いつも見てます。あ、いつも YouTube 見てます。ついに会えた。いや、ついに会えた。きつそうなトレーニングそうですね。すごい。ありがとうございます。今日は、アザスとコジロ、ウィナーズのメンバーに手伝ってもらって、一緒に練習をやらせていただいて、その皆様のコンディションだったり、基本的にはボールを止める蹴るっていうのを見たいし、あとそのボールフィーリングの部分が見たいので、練習の中でやっていきたい、見させてもらいたいので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。OK、 じゃあ最初、はい、まあ、止める蹴るっていうのをしっかり、やってもらうので、ボールを出した進行方向に走っていく、これでどんどん入れ替わってもらって、はい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 、次はいいよ、で落として飛ばす、まあ、これ基本的にどこのチームというかどのカテゴリーでもやってる練習なんですけど、まあ、まず止める蹴るっていうのが大前提みたい、あとは基本的な動作なんですけど、その中でも状況を見るとか動き直しをしっかりするとか予備動作をしているとか、そういう細かなことができるか、まあ、その後はドリブルとか止める蹴るの正確性だったりっていう練習をやって、で最後はそのボール回しだったり三々とかちょっと対人的なものをトータル的に見たいなっていうので、はい、練習組ませてもらいました。はい、はい、OK、 OK、 OK、
次ラストね。はい。選択してもらいたい。まずボールを当てて落として。よし。コウジロに飛ばしてもいい。飛ばしてもいいし、こっちに出す。どっちでもいい。うん。うん。よし。よし。よし。もう一回。もう一回。あと一周。はい。ナイスボール。オッケー、オッケー。で、一回最初はドリブルしてもらって、好きにドリブルしていい。はい。ドリブルしてもらって、で、あのパーカーの間に。はい、それを終わって、はい、決め終わったら、俺と、まあ、もう一人、一人誰かからボール出してもらうから、最初からここで止まってるんじゃなくて、自分から引き出してもらって、ボール出してもらって、この枠内で止めて、あっちに上がって、で、1回戻って、もう1回、ゲットから引き出すのを、この枠内で止めて、で、この3球だけ。よし、はい。はい、うん、ナイス。数数えてね。タッチコートにしよう、これ41は。広さ的にはそんな大きくならない方が鬼がちょっとやっぱきついから。タッチタッチタッチ交代。次は。OK、終わりー。思った以上にできるなっていうのは、まあ、第一印象。まあ、本当、レガテの2人は、そのドリブルっていうとこだったり、やっぱ、攻撃のところで、相当なスキルを持ってるなって思いましたし、まあ、純也さんにしても、まあ、その周りを状況判断するっていうところ、なんかこう、まあ、ボランチとかも中盤だったり、ボールをさばくっていうところだったり、うん、そういうところのスキルは持ってるのかなというふうには見えたので、まあ、非常に収穫があるというかトライアウトになってますね。ちょっとボコボコした部分もあるじゃないですか、はい、かその中でのボールタッチのやり方、跳ねた時の次の対応みたいなのもなんかいい練習になるんですよ、グラウンドが。いやでもマジでうまい、ボールタッチが全然違いますね。はい、なんかいつもよりもなんかやっぱり緊張感ある中でやってるので、なんか久しぶりにこういう感じだと思って、楽しいです、めちゃくちゃ緊張しますね。落ち着けっていう、うーっていう、人の字書いて飲み込むみたいな。
最後の練習、はい、3人の攻防をやります。はい、で、はい、最初アザースとコウジロは守備、はい、で3人が攻撃っていうの、はい、でボールが出たら押します。はい、はい、じゃあ、アザースとコウジロ攻め入って、3人で守備2人ずつ入ってほしいな。よし、守備変わろっか。守備、あ、純也さんと翔ちゃんにしよっか。うん、守備。おお、ナイスディフェンス、グッド。オッケー、ラスト。純也さんと拓也くん行こうか、守備。うん、ナイスね。まだ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 出ない、まだ。オッケー、オッケー、ナイス、やった、やった。激しいのりだ、激しい。トライアウトってことで、まあ、3選手ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。もう率直に見てて楽しかった。おお、本当に何より最後ら辺のあの攻防なんてね、見ててもう本当に何だろうな、一緒にやりたくなるぐらい、ぜひ、ウィナーズ、3選手は、参加していただきたいので。しゃー、嬉しいでした。嬉しい、ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。6カ国目まで入れるか緊張してます。ありがとうございます。本当にいいものを見せてもらったので、一緒に、ね、新生ウィナーズとして、進んでいく上で、一緒に頑張っていきましょう。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、その新生ウィナーズとして何のために僕たちはこう進んでるのか、やってるのかっていうのをまず、本人みんな分かってほしい。まずは大前提に、まず勝つっていう軸は、ね、じゃあ何のために勝つんだっていうのは、僕らはやっぱりこうやって動画をね配信してたくさんの人が見てもらえる、見てもらう中で、こういう一つ一つのこの思いだったりプレーっていうのは、間違いなくいろんな方の心に届くし、そのためにも僕たちはその試合をやる中で勝つっていうことを目指して、勇気だったり、感動だったりって、たくさんのものを与えたい。だから、一緒に成長しながら、勝つっていうことを念頭に置いて、頑張っていきましょう。はい。はい。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。思ってる以上というか、本当こう自分を表現しつつもこうチームで戦うっていう意味をそれぞれが分かっている印象を最初の練習でもすでにこう出してたので、すごく好印象だったでしたし、で翔ちゃんと拓也くんがコンビネーションいいのは分かるんですよ。でも一回ね、コウジロとオーバーラップして、ね、2人のコンビネーションで崩すっていうシーンとか、あれとかってまあね、それぞれが意欲的にやったり通じ合ってないとできませんから、だからそういう部分を含めて本当いい人材を獲得できたなっていう印象です。競い合っていく中で成長していかないと間違いなくチームって伸びないので、そこら辺をやっぱりその3名がね加入してくれるということで、ウィナーズの選手たちもよりね競争心に煽られると思いますので、ここら辺より激しくこうチーム内でレベル高い練習をしてもらえるのを期待します。まあ、見てて楽しいっていうのがね、何よりもこの監督業ねやってて指導してて、まあ嬉しいことなので、まあトレーニングを
違いがあって楽しみにしてます。じゃあお疲れ様でした。お疲れ様です。皆さん今日はどうされました、はい、ちょっとお伝えしたいことがありまして、重大なことだったので圭介の方からなんですけど、ミナーズを辞める可能性があるっていう、はい、LINE が来て、はい、で僕もまだ内容詳細ちょっとわからないので、はい、ちょっとこれから連絡して聞いてみようかなって思ってます。あ、そう、はい、もしもし、圭介お疲れ様。お疲れ様です。まあ、辞めるっていう LINE を見たんだけど、さっき辞める可能性があるっていう、はい、はい、それはどういう経緯というか、何かあったの？はい、実は青森山田線の後ですね、うん、サガン鳥栖っていうJ リーグのチームに、練習参加させていただける機会を得まして、うん、もし、うん、契約を勝ち取ることができれば、うん、Jリーガーになることができるので、それでもし J リーガーになったらミナーズを退団させていただくっていう。なるほど。練習参加は、うん、もうその前から決まってたんですけど、うん、青森山田戦の後に練習参加をしに行ったっていう感じです。じゃあその結果次第ではミナーズを退団するっていうことになるっていうことね。はい、あ、そうですね。いや、それは喜ばしいことだけど、監督としては悲しいよね、それは。てか、すごいね、それは。まあ、今、練習参加してるので、うん、ここで、まあ、アピールしっかりして、うん、勝ち取ることができればっていう感じなんですけど。一監督としてもそうだし、個人としても、はい、ミナーズだけじゃなくて、その先のね、それが J1 っていうカテゴリーで活躍する姿、はいはい、っていうのを、見れることが一番の俺からの望みでもあるし、はい、うん、ミナーズがどれだけね、いい人材をこうね、こう集めてチームを強くしていくっていう本気度もね、こういう結果が伴ってくると伺えるからさ、はい、うん、本当に嬉しいことなんだけど複雑です。いや、まあ、まず今の契約を勝ち取らなきゃダメですけど、まあ、そうだね、はい、そこに、うん、はい、全て出して頑張っていきたいと思います。了解しました。じゃあもう本当ね、はい、今与えられてる状況の中で精一杯頑張って、はい、ね、はい、圭介のそのね、望みが叶うように頑張ってください。はい、応援してます。ありがとうございます。結果が出次第、また改めてお話をさせていただきたいと思っていますので、またよろしくお願いいたします。うん、結果が分かり次第、はい、ご報告待っていますので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、まだ確定じゃないんですが、まあ、圭介がミナーズを退団する可能性があります。今日はミナーズの、まあ、練習します。出れる選手出れない選手もちろん出てくるけど、そのチーム内で、競争意識を持ってもらいたい。その中でこのミナーズを強くしたいっていうのが大前提にありますから、俺らは勝つためにやる、負けたら俺の責任、監督の責任だから、もうみんなピッチの中で精一杯表現してもらう。それが必ず見てくれる人も変わってくるから、絶対に変わってくるから。2泊3日の強化合宿します。コナミ